皆さんこんにちは、秋田市長の穂積元です。秋田放送の坂井真也です。市長、今年もあとわずかとなりましたね。はい、はい、そうですね、この番組も今日が年内最後の放送です。そこで今回は今年起こった印象深い出来事をピックアップして振り返りたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。穂積市長、はい、今年の印象深い出来事といえば、やはり大雨ではないでしょうか。はい、そうですね、市内の広範囲に甚大な被害をもたらした、7月の豪雨は国の激甚災害にも指定されるほどでした。7月14日から降り続いた雨は、秋田市では経験のない記録ずくめの豪雨となりました。市内を流れる5つの河川が氾濫したほか、太平川や旭川、猿田川、古川の水位上昇により内水氾濫が発生。中心市街地をはじめとする多くの地域で家屋や店舗が浸水するなど、甚大な被害を受けました。今回の大雨では道路や河川、農業にも大きな被害が及んでいます。道路関係では119の路線で法面や路肩の土砂が崩壊、冠水による土砂の堆積がありました。河川関係では17の河川で河道の閉塞や護岸の崩落などの被害が発生。農業関係では田んぼに土砂や木が流れ込むなどの被害が確認されました。災害対策本部を立ち上げた秋田市は全職員を動員、人命救助を最優先に81箇所の避難所を開設し、2416人の避難者を受け入れました。また被害などの調査や災害廃棄物の処理を行いました。床上4660件、床下3108件。7月の大雨で浸水被害を受けた世帯の件数です。床上浸水が確認された家屋に対する被害認定調査は、雨が止んだ7月20日から開始。1日あたり200人の職員を動員するとともに、国や県をはじめ県内外の自治体からの応援職員の協力も得ながら着実に進めてきました。災害が発生して以来、被災者の心強い支えとなったのが災害ボランティアの皆さんです。秋田市社会福祉協議会が設置した災害ボランティアセンターには、連日多くのボランティアが集まり、被害を受けた住宅の片付けや清掃に当たってくれました。ボランティアや義援金など、全国から心温まるたくさんのご支援をいただきました。改めて感謝申し上げます。自らも被災された職員もいらっしゃる中での対応だったと思います。本当にお疲れ様でした。さて、今回の大雨は私たちが住む秋田市に大きな爪痕を残しましたね。はい、多くの課題を突きつけられましたが、今回を教訓に今後も引き続き防災に取り組み、国や県と連携し災害復旧事業を速やかに進めるとともに、復旧の段階に応じたきめ細やかな対応に努めてまいります。さて、穂積市長、豪雨災害からの復旧復興という願いも込めて行われたのが今年の秋田竿燈まつりですね。はい、竿燈まつりには五穀豊穣のほか、災いを払い安寧な暮らしを願うという厄除けの意味もあることから、一日も早い災害からの復旧を願い開催しました。掛け声やふれあい竿燈が復活し、4年ぶりの通常開催が話題にもなりましたよね。好天にも恵まれて例年以上の盛り上がりでしたよね。はい、ようやく祭り本来の姿を取り戻し、県内外から110万人ものお客様を迎えすることができました。会場に響き渡るどっこいしょうどっこいしょうの掛け声は、祭りを大いに盛り上げるとともに、災害を乗り越えて頑張ろうという気持ちにもさせてくれました。竿燈まつりの開催は町全体に活気を与えてくれましたね。はい、そこでここからは町に賑わいを生んだ出来事をご覧いただきます。
今年は3月22日のあざまらクエストを皮切りに21隻の国際クルーズ船が秋田港へやってきました。実に3年5ヶ月ぶりとなる国際クルーズ船の寄港です。エリア中市では関東演技やなまはげ太鼓の演奏など秋田ならではのおもてなし、たくさんの乗客が市内観光を楽しみました。Well, it's a rainy day, but it's very nice so far. This is our first stop. We have places to go and eat noodles, visit the park, but so far a very nice city. 観光需要の着実な回復が街ににぎわいを生み出しています。5月27日と28日の2日間、秋田駅西口からエリア中市までを会場に行われたのが、これが秋田だ食と芸能大祭典。中心市街地では4年ぶりの開催です。秋田が誇る伝統芸能やお祭り、グルメ屋台などが集結しました。2日間で訪れたのはおよそ9万5千人。秋田市の中心市街地が心躍った2日間となりました。8月には秋田市とアメリカアラスカ州キナイ半島郡の交流合意都市提携30周年記念交流事業が行われました。海外の都市との対面交流は4年ぶりです。11人の訪問団は市内視察や秋田竿燈まつりの観覧を通じて日本文化を体験、秋田市の高校生との交流も行い親睦を深めました。昨年10月に外務大臣表彰を受けたレイトネン靖子さんによる講演会も開催、友好関係が一層深まった交流事業となりました。最後は23歳の集いです。新型コロナウイルスの影響によりやむを得ず中止した令和2年度新成人の集い。その代替行事として8月11日に秋田芸術劇場ミルハスを会場に開催しました。3年越しで実現した今回の行事。当日はおよそ1000人が出席し、休校を温めました。コロナ禍を乗り越えた若者たちが成人を祝い、ふるさと秋田への誇りと愛着を改めて感じることができた記念の行事となりました。久しぶりのイベント開催や友人との再会など、当事者はもちろん見ている側も思わず笑顔になってしまうような行事が多かったですね、はい、来年も楽しみですね。はい、私も町全体が笑顔であふれるそんな一年にできるよう頑張ります。今年一年を振り返っている我が町大好き秋田市長です。次は全国から高い評価を受けた嬉しい話題です。へえ、住みたい田舎ベストランキングで秋田市が1位になったよな。市民リポーターの畠山さんが読んでいるのは、宝島社が発行している移住者向け情報誌田舎暮らしの本です。秋田市は人口20万人以上の町の総合部門、若者世代、単身者部門、シニア世代部門でそれぞれ1位を獲得しました。人口で区別しないエリア別ランキングでも東北エリアで同様の部門がそれぞれ1位となりました。秋田市の注目ポイントは3つか。飛行機を使えば東京へおよそ1時間、仕事で首都圏と秋田市を行き来できる、テレワーク施設も充実、教育環境が充実、国際教養大学や公立美術大学などもある、秋田市文化創造館など若者の個性が活かせる場が多い、
医療機関や福祉施設がバランスよく立地。高齢者コインバス事業など、シニアも安心して暮らせる環境。本市の魅力を最大限に評価していただいた内容ですね。住みたい田舎ベストランキングは、移住定住の推進に積極的な自治体を対象に、移住支援策、医療、子育て、自然環境、就労支援、移住者数などを調査し、その回答をもとに田舎暮らしの魅力を数値化しているものですね。はい、こうしたランキングに一喜一憂はしていられませんが、どの世代からも住みやすいと思っていただけるよう、これからも魅力的な街づくりを推し進めていきたいと思います。穂積市長、はい、ここまで今年の出来事を駆け足で振り返ってきました、はい、次で最後です、はい、2023年に特別な1年を迎えた2つの施設を紹介します。荒谷にある秋田公立美術大学は開学10周年を迎えました。7月7日には秋田芸術劇場ミルハスを会場に記念公演や記念式典を行いました。ブロードキャスターのピーター・バラカンさんが越境する音楽をテーマに講演。また記念式典では川村泉舞踊団の宿舞と尾花健一助教の絵画が共演したステージなどを通し、多くの関係者、卒業生、市民とともに10周年を祝い、新たな歴史への一歩を踏み出しました。1973年9月1日に千秋公園から移転した大森山動物園は、今年で開園50周年を迎えました。この記念すべき年を祝い、3月18日の通常開園日から、ありがとう50年、つながり、ともに未来へをテーマに、さまざまなイベントを開催してきました。開園記念日の翌日、9月2日には西部市民サービスセンターを会場に記念式典を開催。翌3日には山形県の鶴岡市立加茂水族館、男鹿水族館が音の三園館連携10周年を記念したトークイベントを開催し、アニバーサリーイヤーを盛り上げました。大森山動物園は今後も観光施設としての魅力を高め、命を学ぶ教育の場、そして種の保存を担う場として、新たな時代を見据えた役割を果たしていきます。今年もさまざまな出来事がありました。さて穂積市長、2023年も残りわずかですね、はい、どうぞ最後に一言お願いいたします。はい、市政を取り巻く状況は日々変化しています。そうした変化を敏感に捉え、来年も町全体が活気にあふれた1年となるよう、皆さんとともに頑張りたいと思います。穂積市長、今年1年ありがとうございました。ありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。